皆さん、こんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが岡崎慎司、ネイマール。シャッフルではあまり引かない選手ですね。ネイマール最大の特徴ね、メッシ、エムバペあたりを超える、1試合あたりのドリブル突破成功率ですね。これが、メッシがね、以前見たデータだとメッシが3点いくつかで、ネイマールが5点いくつかと、5回以上ね、1試合にドリブル突破成功してるっていうね、世界1位ドリブル突破、率の高い選手というね、そういう話ですね。ステータス見てもドリブル98、ボールタッチ95、スピードフットワークと、95、97ですね。スピードほぼ、ジェルビーニョクラスで、なおかつね、ボールタッチ、ドリブル、ラストパス能力、意外性もついてると。本当に手に負えないっていう感じのね。ジェルビーニョね、このゲーム何回か使って、本当にすごい選手ですけども、それをね、もう、はるかにというか、さらに強化した本当に恐ろしい選手だと思います。ベルナルド・シウバ。ポルトガルのウィングですね。マンチェスター・シティですね。ボールタッチ、ドリブル。もうこの人もね、インサイドハーフかウィングかっていう感じですけどね。ウィングで使っても、サイド起点になる選手だと思います。ナイジェリアの選手。チリのセンターミッドフィルダー。ドイツのギュンドアンが入ってますね。今どこにいるかわかんないですけど、もうドイツ代表は引退してます。インターセプト能力が高い、中盤の選手。ナイジェリア。オーストラリアのサイドバック。韓国のサイドバック。アメリカのなんとかスピード。なるほどね。いや、これは厳しいな。ネイマールね、ここで、ブラジル代表の時ここで使うこと多いですけど、ウィングにした方が彼のね、最大の能力。ストライカー起用するとどうしてもボールタッチの回数減っちゃうんですよね。ウィング配置だと狙ってね、ここ起点にできたりするんで 本当にね、孤立してドリブル仕掛けられる選手はウィングで使うっていうのがウィングサッカーの流れですね。ベルナルド、真ん中で。控え、ウルグアイ、あ、キーパー、ウルグアイのキーパー、ムスレラが入ってますね。で、控えが浅野拓磨、柴崎、南野、川島と。これ、ウルグアイのキーパーの方がよりいいキーパーですね。浅野、南野、柴崎。やばい。どうしよう。もう一人、引き出さないといけない。この人か。この人ですかね。そうですね。これね、使うとしたら、ディフェンシブミッドフィルダー足しますか、1枚。そうですね。もう、攻撃能力低いですけど、これでなんとかバランスを保ってもらって、いや、これギリギリだな、でも。柴崎横になっちゃいますかね。ギュンドアン下げたくないですよね。で、ベルナルド。これがいいところかな。ベルナルド・シウはトップ下ありだと思います。そうか、浅野もいるんだ。ちょっと右がダブルになっちゃってますね。こうするか。これなら、悪くないけど。これ強そうですね。岡崎、ネイマール、ベルナルド・シウバで、左トライアングルで。ちょっとギュンドアンとか柴崎がね、ちょっと隠れちゃってるのが気になりますね。右この人が完全に未知数なんで、で、交代選手今回はいないですね。もうこれで頑張るしかないんで、フォーメーションね、組み方いろいろあると思いますけど、左から攻めればうまくいきそう。アルゼンチンがいて、いや、強豪ですね。ネイマールもパス出したい。えい。キープして、このね、ドリブル突破の力。ただメルカドに奪われると。強いですね。ネイマール強いと言いましたけどね、やっぱり体、線は遅いんで、体ぶつけられるプレーは全体的に苦手ですね。いや、柴崎が相当起点になってくれますね、これ。いや、ダメだ。通らない。ちょっとサイド、メルカドが頑張ってるから、パス通んないですね。危ない。南野から浅野拓磨。浅野スピードがありますね。マシテラの振り切れるか。振り切りましたね。で、岡崎のヘディング狙いで。悪くはないですけどね。いやー、柴崎いいですね、やっぱり。オタメンディ。ちょっと今、タッチが大きかったのが残念ですけど。メッシ。柴崎。
さあ、メッシね、そこまで、はい、そうですね、細かいところ、パスありますけど、そこまでね、スピードがあるわけではないんで。はい、ベルナルド・シウバ、はい、うまくかわして、ニア狙いで、浅野のシュートは、ほぼ1点ですけど、外れましたね。はい、ベルナルド・シウバが奪います。はい、中央に舵をかけて、ネイマールシュートは キーパーと。はい、今非常にうまいね、シュートでしたけどね、残念ながら。岡崎当てて、ネイマールかわしの自らシュート。はい、強烈なシュートですね。ネイマールクロスに、はい、柴崎まで下げます。クロスに岡崎のヘディングはやっぱり通んないと。ちょっとクロス狙いすぎですからこれ。あ、危ない、やばい。はい、デマリア、頼む。これメッシにパスが出たら怖い。はい、大丈夫ですね。これ、柴崎が行きます。いや、大丈夫か。終わりそう。はい、0-0。いや、まあ、悪くはないですね。柴崎が相当引いてね、起点になってくれてますね。やっぱり右のウィングがちょっと弱いかなっていう感じですけどね。あと得点のところですね。右から攻めた時にちょっとクロスになっちゃってるんですよね。まあでもやっぱ右からでも攻めた方がなんか、ここ斜めに入ってくれたりしてね、意外とできそうですね。ちょっとこのまま継続で、よりチャンスが広がればいいですけど、岡崎がプレッシングいきます。あとこれね、岡崎と、まあ浅野あたりで、プレッシングラインね、築けば。いやー、硬いですね。いや、ループシュート。いや、入った。危ない。ポストに当たりましたね。はい。誰ですか？浅野、南野ですか？見事なループシュートで。はい、奪いましたね、これ。んー、ちょっと流れた。パスが、ディマリア。はい、南野が奪って、裏抜け。ラストパスは岡崎反応しましたけど。はい、やっぱりマッシュチェラーノがね、アルゼンチン硬いですんで。はい、オタメンディも硬いんで。簡単には攻めきれないですね。はい。はい、柴崎の強烈なロングシュートですね。キーパーブロック。はい、ネイマール自らカットインしてシュート。これネイマールこれがありますね。非常にうまいですね、このシュート。あ、今ね、ネイマールやっぱり縦への選択肢もあるっていうのが大きいですね。はい、カットインだけではないですね、決して。はい、ファー狙って、いやー、ほぼ1点ですけど、今。はい、やっぱりね、岡崎、浅野のラインね、動き出しがあるんで、裏にうまく出せば、簡単にね、ゲームが動いちゃうっていうのが。うん、そうですね。やっぱりネイマールボール持ったら必ずドリブルを試したいところですね。せっかくね、左で、起点にね、するようにポジションを配置してるんでね。いやー、やっぱりメッシがかわしてきますね。はい。ネイマール中央で。いやー、赤ネイマール縦で。はい、強いですね。これはもう1点でしょう。はい、もうネイマール完全にね、ショートコーナー対応してなかったんで。はい、浅野がプレッシングいきます。はい、これを奪って、カウンター。いや、うん、はい、ちょっと最後ね、攻撃失敗になっちゃいましたけど、というわけで3対0ですね。まあ、やっぱり蓋を開けてみればネイマールという感じでしたね。ちょっとベルナルド・シウバもいたんですけど、存在消えてましたね。ネイマールが完全に上回っていたんでね、はい、やっぱり圧倒的な選手だと思います。今回ね、岡崎と浅野の2トップですね。この2人ね、動き出し、裏抜けのスピードだけではなくて、プレッシングもね、高い技術を持ってるんで、ハイプレスラインですね。これを組むときに、非常に効いてくれますね。特に、まあ、交代要員、守備固めで、ね、岡崎入れるなんていうね、レスターの戦術もありましたけどね、そういう使い方もできますね、2人とも。はい。まあ、一方でね、浅野やっぱりスピード、足が速いですね。永井健介よりも速いのかなっていう感じの、はい、裏抜け本当に持ってる選手ですね。森保ジャパンね、3センターバック入るなら、浅野、永井健介を使うならね、浅野も当然選択肢になってくると思いますね。特にセンターフォワードとしてですね、この一瞬のね、切り裂き能力ですね。まあ、ただ、
長にも浅野にもいることですけど、まあ、スピード速い選手ね、やっぱり足元がね、ちょっと弱い傾向にあると。これはね、もう、すべての選手共通なんでしょうがないですけどね。はい。で、あとは南野の、インセルハーブですね。これも良かったと思います。南野はやっぱり器用ですね。まあ、最適なポジションはストライカー、シャドウストライカーあたりだと思うんですけど、トップ下とかインサイドハーフでも、足元の技術のうまさ、あとね、一瞬の動き出しからの、フリーなポジション選択ですね。これができる選手なんで、はい、攻撃的なポジションならどこでもできるんじゃないかなっていう感じのね、雰囲気を感じさせるような、素晴らしいオフサーボールとフットワークを持ってる選手ですね。はい。やっぱりネイマールの、ね、存在感が大きかったと。あと、まあ、やっぱり柴崎岳ですね。ギュンドンはちょっとね、まあ、ベルナルドの後ろで消えちゃいましたね。この、筒型フォーメーションね、まあ、試すんですけど、どうしてもね、ミッドフィルダー、縦にね、2列で並んじゃうんで、後ろの選手が消える傾向にありますね。はい。ギュンドンも今回は残念ながら、存在感をいまいち発揮できなかったですね。まあ、プレッシングにはね、非常にいいフォーメーションなんでね、はい。まあ、そこが悩みどころではありますね。で、柴崎のね、起点の能力ですね。やっぱり、まあ、縦に速いサッカーね、今回やんなかったですけど、もし縦に速く展開しようと思ったら、やっぱり柴崎のロングフィードね、まあ、今回も、フォワードにね、ガンガン入れてましたけどね、これがかなり大事になってくると思いますね。やっぱりロングフィード能力ね、非常に重要だと思いますね。ここが安定しないと、ゲームのね、展開を変える、ロングパス出なくなっちゃうんでね、はい。ロング、長いボールね、非常にいいと思います。という感じですね。はい。ちょっと今回はね、ネイマールに偏りすぎましたけど、まあ、試合内容としては、ウィングサッカーで面白かったんじゃないかと思いますね。はい。というわけで、今回はサッカーアルゼンチン代表相手に3対0でした。また次回シャッフルモードをやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。